皆の衆よく来たな。ここは味噌汁のゲーム実況部屋である。この背景はいつも見てくれているみんなは見たことあるであろう。だがこの他の部分、ゲーム配信者ならではのお部屋になっているので、今日はそれを紹介していこうと思う。それでは刮目してみよう。まずは欠かせないのはね、机の下にあるこれ、この椅子に足を乗せることで長時間配信のね、この着席に耐えるという欠かせないものが入る椅子ですね。そして画面の左から順番に見ていきましょうね。まあマイクとかイヤホンとかオーディオインターフェース、ライト、コントローラー、まあゲーム画面、モニターとかメイク道具がある場所とか、ここがゲームのやばちょっとよからぬものが映った気がするんですけど、ゲーム実況に欠かせないものがねありまして、それがねスポーツブラジャーちょっとね、実はあの配信してる時に胸がボーンって出るのがすごくコンプレックスで、でこのねスポーツブラジャーをつけるとここがシュッてするんですよ。胸が小さく見えて痩せてるように見える。配信の時はもう必ずこれをつけてこの辺を小さく見せて挑むっていう私なりのこうコンプレックス回避なんだけど、みんなはあのどっちが好きですかって聞かなくてもわかるかで、なんで今日はこんな動画を撮っているかというと、実はドット勇者というゲームを作っている会社さんからお便りが届きました。それがこちらです。味噌汁さんへ。私たちは味噌汁さんのようなゲーマーでセクシーな人を探していました。ぜひ味噌汁さんのようなセクシーな人にこのドット勇者という私たちが作った素晴らしいゲームを紹介してほしいです。特にガチャは排出率が高く、みんなが楽しめるようになっています。しかも毎日ログインするだけで1024連も引けちゃいます。ぜひ引いてください。でも一応案件動画なので弾けなかったら困ります。弾けなかったら罰ゲームでスクワットをしてください。お願いします。私いつからセクシーゲーム実況者になったんですかと言いつつも、いつも視聴者の皆さんが私を応援してくれているおかげでドット勇者さんに見つけてもらえたということで、本当に本当にいつもありがとうございます。ということで今日はですね、味噌汁史上最高にセクシーを売りにした動画を撮っていこうと思います。それではゲームセクシーに開始ではまずはチュートリアルをセクシーにプレイしていくわ。足と曲線を見せればセクシーになるはず。これね、港区女子がよくやってるインスタグラムのポーズ。あ、ドット勇者ってドットの勇者なんだ。めちゃくちゃ背景の作り込み細か。私ね、まあ皆さんご存知の通りドットのゲーム大好きなんですよ。やっぱドットでしか出せない味っつうものがあるんですわな。あ、味っていうものがあるんですわね。え、戦闘かっこよー。おー、お、起きなさい。え、ボイスがついてる。何がそんなにおかしいのかしら。は、参考にすべきセクシーなお姉さん出てきた。何がそんなにおかしいのかしら。さあ戦闘は基本的にはオートで進んでいって、通常攻撃をしたりするとこのね HP ゲージの下のレイジが溜まって必殺技なんですが、まあ最初なんでねすぐ倒すことができましたね。メインのコンテンツである冒険を進めていくとストーリーが進んでいくんですね。あ、なんか魔法学園ものみたいなストーリーが、結構世界観もね奥深くて、何よりちょっとね世界観を彩る背景がめちゃくちゃドットで作り込まれてて綺麗ですね。何？悪の親玉みたいなやつが出てきました。出てきましたわセクシー。
るの？俺たち勝てるの？え、相手レベル99だけど。女神様の力は何時と共にあります。シャイニングスピア、かっこよ。あいつ一人で退けたんですが。誰？やっとお会いできました。アルキリー。うわ、なんかボイスとクオリティの高い 2D とドットでストーリーの作り込みがめちゃくちゃ綺麗だし、え、バルキリーめっちゃ欲しい。バトルは基本的にこんな感じでオートで進んでいくんですよね。めちゃくちゃ簡単ですね。ただこの配置がすごく大切で、勇者にはそれぞれ属性があって、属性相性とか属性バフとかが存在しているので、こう陣営をなるべく揃えて戦うっていうのが肝なんですよね。陣営を揃えるためには何が必要ですか？そう、ガチャ。なんと毎日ログインすれば1024連もガチャが引けちゃうわけですよね。1024といえばそう、2の10乗だからなんやねん。そしてなんと今なら予約をするだけでこちらの星子ヒーロー軍ロズがゲットできちゃいます。しかもそれだけじゃなくて、予約をするとなんとこちらの日本サーバー専用のアイコン外観がですね手に入っちゃいます。超盛りだくさんの特典いっぱいなんですよね。私なりのセクシーポーズやっぱなんかちょっとさあ、それではここからは皆さんお待ちかねガチャタイム。ルールは簡単。最高レアリティの星子が2体出るまでガチャを引いていきます。出なかったキャラの数だけスクワットかける10回やっていこうと思います。ただのスクワットじゃないですよ。もう運営さんが求めているもうセクシースクワットをしてしまうからね。ちょっと私の中のセクシーポーズがうまくいかないところがなんかちょっとあるんですけど頑張っていこうと思います。では10連目、排出率が高いって上さん言ってましたからね。この刃は守るためにある。一キャラ目で星5出たんですか。え、あと1体ですよ。スクワット0あるで。おお、1234567891。え、ちょっと待って、かける10って無理じゃね。90回。ちょっと待って、お願い、もう1回出て。グルートが大変。ありがとう上さん。星子2体目出た。私もう足腰死ぬんかと思った。あーってことは一発目に出たから2体目がだから90回スクワットをすればいいってことですよね。180じゃないですよね、さすがにね。私壊れちゃう声も裏返っちゃった、壊れちゃう。いや、これガチでカット編集なしのちょろまかしなしで2連続星5出たんで排出率めっちゃいい気がしますね。まあ私の運もいいのかもしれないけど。それではセクシースクワットをやっていこう。ではスクワット90回やっていきます。スクワット用にちょっとカメラこっちにしました。いきます。20、21、はい、28、29、30、3分の1かこれ、31、ついでに宇宙太ももに痩せるのをね。あ、今いくつだ。50、53。
特典もりもり、まったり .arpg. 勇者事前登録受付中。事前登録すれば星5勇者ルンの図がもらえます。さらに最大1024連ガチャが無料。手軽な放置で簡単に育成、個性あふれる勇者が50名以上登場し、最強ドットチームを作ろう。退屈な日々とはおさらば。多彩のミニゲームで遊びの可能性を広げよう。簡単放置でガンガン育成、ドット絵の新時代へ。ぜひ皆さん事前登録お願いします。セクシーでしたか？勝者の皆さん、ぜひコメントで最高だったってコメント待ってます。あー、暑い、大丈夫かな私。頑張って動画撮ったんで、ぜひコメントお待ちしてます。高評価もチャンネル登録もよろしくね。またね、バイバイ。